今日はね、認知資源の話をしたいと思います。音読をしていて発音の変化が出てきて、繰り返し読んである程度上手になるけども、なかなかこう意味までしっかり理解していないっていうふうな、まあそういうことがあるんですけども、これはねやっぱりね、繰り返して読んで次第に意味を捕まえるようになると、いわゆる繰り返しながら、そのただただ流暢に読むことだけを目的にしていてはダメなんですけども、ちゃんと意味を捕まえようとしながら、ちゃんと意味を理解しようとしながら繰り返し読む。そして繰り返し読んでるうちに発音の変化とかね、音の高い低いとかね、そんなこと大事なところがこうだんだん身についてきます。そうするとね、意味が理解でき始めるんです。これ認知資源と言いまして、車を運転するとき初めの頃はもう必死なんですよね。交通量が少ない街の中を運転するのでも、もう汗がダラダラ出るぐらい緊張してこうやるんですけども、それが慣れてくるとパッパッパッと見るべきポイントを見てスイスイスイと、運転しながら何か他の操作ができる、エアコンの操作をしたり、っていうそのぐらいの余裕が出てくるんですね。それと同じで、たくさん読んで発音の変化や、この文字は低く読むんだっていうふうな、そういういろんな情報を簡単に処理ができるようになると、次の段階として意味を捉えるっていう、そういう段階になるんですね。最初にだから全部やってしまおうとするから、初心者の運転のようにもう必死になってもなかなかうまくいかず、ガクガクになる。そうじゃなくて、やっぱり繰り返し読んでいく。そして次第に意味が理解できるようになりますので、やっぱりね、反復の量が大事ですね。それをしない限りはいつまでたってもやっぱり発音の変化のあたりでとらわれてしまって、なかなか流暢な読みもできないし、あるいは意味をしっかり理解して読むっていうことにも到達できないんだと思いますね。まずはやっぱり量、反復の量がものを言います。